料理は。こんにちは、アルタナチャンネルナイトです。ウィンシュメです。アイガです。ケイちゃんです。オークです。ということで、6月料理をやっていきましょう。それでは今回のお題、コウタくん発表お願いします。6月料理王のお題は、食べたら必ず痩せるダイエットメニュー対決です。出たダイエットきたか。ダイエットね、夏に向けていいね。食べたら必ず痩せる、はい、そんなものはございません。一番怪しいでおなじみの振り込みじゃん。必ず今回はこのオルタナハウスで皆さん料理を作ってもらいます。はい、はい、なのでこの後買い出しに行ってもらうんですけど、はい、今回審査方法いつもと違うようにおえしております。なに、まあ、誰が来るとは言えないんですけど、はい、スペシャルゲスト。マジか。嘘だろ。審査員スペシャルゲスト。審査員ゲスト、デカキンさん。あ、嬉しい。いいじゃないですか。前回ファイナルだよ。でも痩せたら良さなくなっちゃうじゃん。いいの、痩せさせたら。痩せちゃうから。相当大物なんじゃない。いや、まあそれはそうですよね。相当大物だ。やっぱ料理を盛り上がってますから。はい、有名人だ。和牛寺さんとか来るかもしれない。わー、やばいやばい。後半に向けてまた盛り上がっちゃう。よっしゃ、気合入れて作ろう。はい、で今回の審査方法としては、もうそれぞれ一人一品ずつ作ってもらいますので、はい、その審査員の方にもう全部一旦料理を食べてもらいます。はい、でその後にこう公平に審査をしてもらって、はい、去年の審査をこうみたいな感じで、はい、だから一品ずつ食べてその場で発表じゃなくて、最後全部見た中で順位を決めてもらうってことですね。そうなんです。なるほど、ポイントではなく順位ですね。順位で。なるほど、はい、分かりました。獲得できるポイントが1位の方は6ポイント、2位が5ポイント、はい、3位が3ポイント、4ポイントか、はい、っていう感じで、で最下位の方が1ポイントか。なるほど、はい、分かりました。うわ、結構差が開く回になるかもしれないね。そうっすね。6月料理を頑張ってください。OK! じゃあそれでは誰が1位を取るのか、みんな優勝目指して頑張りましょう。せーの、ゴー。 OK! 早速作っております。私はですね、もうささっと買い物済ませて、いつも時間かかっちゃうんで、先にもう進めちゃおうかなと思っております。めちゃくちゃ今日早いですね。早いでしょ。いつも最後の意味。いやいや、言われるけさ。ダントツで1位。ダントツでいかしてもらいます。まずね、鶏胸肉、はい、使っていきます。だからもうダイエットといったらもう鶏胸肉でしょ。あとは、1,2,3,4,5,6 種類の具材で、いろんな具材を取ることによって満足感を得られるように。うん、あとはこのキノコがポイントですね。食物繊維をしっかりとって、はい、腸活も含めて食べて美味しい腸活っていう感じでやっていきたいと思います。あー、伸び伸びできますね。今独占状態です、ね、独占状態。もうめっちゃ落ち着いてできるわ。絶対に1位を取る。帰ってきましたね。前回1位、俺はこの男を倒して今回絶対に1位に乗り出る。そうはさせませんよ。出た。前回最下位、そして暫定最下位。まさかの大発表しておりますが、させませんよ。この隙に俺が抜かせてもらうぜ。1位へ踊り出るぜ。させませんよ。現在1位、 KK です。毎回大事っすね、マジで。本当に気抜けない。本当にもうやりたくないもん。やりたくない。動画も見たくなかったし、昨日も。俺の気持ち分かったでしょ。毎回最下位だと、わ、また来たよってなるけど、なんだよみたいな。なるんだよ。なるけど、2位取った時は、しゃー、次も頑張るぞと。次、ね、絶対勝つぞってなるからね。あ、また誰が帰ってきた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、間違えた。間違えた。そうそう、場所間違えた。家間違えた。帰ってきました。現在3位。3位。3位か、俺。現在真ん中。意外といいとこつけてるね。え、兄ちゃんが？俺が4位。ちょろってる。でもね、これ今回意外って言われるかもしれないですけど、時間かかります。加藤。時間かかります。加藤です。時間かかるやつはパッと取れないこのってやるんじゃないバカみたいな。なんか給食って大家族みたいな。なんか離乳食作ろうとしてる。だからデカキンさん来るんでしょ。デカキンさん来るよ。これで出すのドンだよ。餌じゃないか。餌じゃん、このまま出したら。こういくよ、こういくよ。いいじゃん。なんか箸もらってもいい。何箸で、菜箸で。何箸と思って。え、何箸。
の2番じゃないよ。ボケしろボケしろ、今売れるチャンスだったのに。やったー、あーチャンス逃した。俺もう今日これ引きずりますよ。この後やっぱ KK は1位だから余裕がある。なんかそっち側感がある。そっち側感あるね。そりゃそうよ。それは今ぐらいそっち側で言いさせてくださいよ。さあそうくんも帰ってきた。帰ってまいりましたえ。電流どれ。帰ってまいりましたえ。鼻水垂らしてる電流だ。わらわが直々にダイエット料理を作りますね。じゃあちょっと俺の方はですね、これ必ず食べたら痩せるっていうやつをね作ってるんですけど、今回のお題はその審査員が出してるってことですよね。そうです。なので多分ね詳しい人だと思うんだよね、そのダイエットメニューって提示するぐらいだから。はい。で結構食材見るんじゃないかなと思うんだよね。なるほど。これ太るって言ったらちょっと限定になるかなと思って、なんでマジでタンパク質を取るのを中心に購入してきました。刺身ですか。そうだね、刺身のサーモンとホタテってタンパク質めっちゃ入ってるんですよ。で俺も筋トレしてる時によく食べるっていうのを指示されたから、はい、なんでこれが入ってたら喜ぶんじゃないかなと。前回2位でいい流れ来てるんで、やっぱこの流れをもう途切れさせないでこのまま1位に行くっていう。任せてください。みんな期待してくれ。俺が1位を取るところ必ず目に焼き付けてくれ。肩栗がないのだ。なんでここにも電流人おるじゃん。肩栗がないだえ。なんかあの肩栗がないだえ。いいダイエット料理を作ったやつを奴隷にするえ。さあこれ今ポケドンの元を作ってるんですけど、これをここに入れます。勝手なことしないでください。俺の俺のこれ絶対やめてくださいよ。いいじゃん。え一回一回一回やったらもうそれが100。1が100。仲良しなんです俺ら先輩後輩なんですけど仲良くさせてもらってるんです、ね、言うておりますけれども。おりますけれども上にちょっとありがとう。もうめっちゃ助かる。あ人に助けられてる。嬉しい。助けられ助けられてる。やばい、もう全然うまくいかない。もうこれでね、分かりますよね。あの YouTube 見てる人は YouTuber らしいね。分かります。これ何作るか。うん、よく見えない。なんだろう。あの、古本屋じゃないんで、その目次見るみたいにめくるなく、一緒だから、ずっと。いや、あれじゃない。何エビチリ、エビチリだ。バカだねー。バカだねーだな。明らかにエビチリ。バカだねー。あれじゃない、なんか違うか。何ですか。トリックポテチ。合ってるんかい。おい、合ってるかい。いや合ってますよ。鶏胸チップスですよ。あのよく流行ってるやつね。流行ってますよ。流行ってみんなやってるやつ。みんなやってるやつね。なんでそういうことするの。あんたらも誰かがやってみんなやってるのをやってんだよ。なあ、ちょっと流行ってるだけだから俺のは。潰すんですね。そう、こうやってね、とにかく薄く潰すっていうのが大事です。そろそろ。はい。ポイント自分から言いたい人がいるから。あっち今。いきます。奥のポイント終わった？わかりました。奥のポイント終わり。はい。じゃあ俺のポイントでーす。まずはお湯を沸騰させました。そしてお湯の火を今止めました。止めた状態でこちらの鶏胸肉を入れていきまーす。皮なしじゃん。皮なしですよ。もちろんダイエットですからね。これで置いておきます。こうすることによって鶏胸肉なんですけども硬くなりにくくね、なるべく沸騰した状態のところに入れると硬くなっちゃうんで、止めた状態で長めに入れるということで、柔らかさを引き出していくという。以上です。ポイント終わりました。これさ、自由でこうやってやるんでしょ。僕らって。おー、よく知ってるね。やるよね、塩もみで。どうなるの、そうだったら。これやったら、なんか映した方がいいんじゃない。映した方がいいんじゃない。あれ、あ、すいません、どなたで。あの、どちらさ、なんか乗るね。はい、僕も見せ場で鶏肉をしゃぶしゃぶにします。やっぱ鶏肉使う人が多いね。全鶏肉ですね。優勝ね、鶏肉っつって。あ、じゃあカメラ回ってないとこやってます。え、カメラ外のやつだね。あ、そうそうそう。うまいものつけばいいと。うまいことうまいこと、ものを作る。いや、言うとりますけれどもね。さあ、おっくんはいらんことしておりますよ。おー、いらんことって言うなよ。順位を下げるいらんこと。確かにそうかもしれん。何ですかこれは。これはアボカドを今ですね、潰してペースト状にしてますね。かっこいい。かっこいいと。おっくんが、おっくんかっこいい。またまた。おい、またまた起こした。言われたことを数回やります。小6の時だっけ。小6の時すごかった。受験とかして、受験とかして。うわー、かっこいいじゃん。よしよし、かっこいいよ。ずっと切ってる。これはあれです、あのサブちゃんよりちょっと作れたらなと思いまして。あ、みんな。なるほどね。そうそう、ちょっと気になるんだよ。
ちょっとね、うん、このダイエットメニューで有名だけど食べたことないみたいな。いや、俺知らなかったっす、ね、あ、マジっすか。知らない。やっぱ常識ないっすか。常識ペロンペロペロン。さあ、ということで楽しんでいきましょう。6月料理を誰が予想1位になるのか、ぜひ皆さん考えながら見てください。それでは、審査員誰が来るのかお楽しみに。お疲れでした。ということで、できましたさあ、この中で誰が1位を取るのか、そして審査員は一体誰なのか。誰だ、誰も予想がついていませんが、呼び込んでよろしいでしょうか。はい、はい、こちら今回の審査員、令和荘の秘蔵庫、令和荘またるのブルーベリー三粒男、またるの筋肉爆弾、おのっちです。どうぞ。いや、まあ、カメラ持ってる、ライトだ、カメラ強いと。あー、もう一回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 、はい、新年ですか、瞬発力がまだまだ。よろしくお願いします。すみません、すごいバルクアップ、すみません。あらあらあら、はい、どうぞ。真ん中の方に、すごい、すげーって、よいしょー、前見えもん、すげー、でかー、でかー、すげー、メロンついてるよ、すげー、メロンついてるよ、すげー、プロテイン飲んでるよ。当たり前ですよ。よろしくお願いします。ということで、はい、改めてご紹介します。ただいま大会に向けて絶賛筋トレ中のおのちです。ありがとうございます。で、筋トレ中も筋トレ中で今減量期に入ってんだよね。そうです、減量中です。やば、そうだから本当に食べるものも制限してっていう感じ。本当に頑張ってます。3ヶ月で11キロ痩せなくちゃいけなくて、やばい、えぐ、それは。で、今日は筋肉にいいものを食べれるっていうことで来たので、じゃあもう誰かボケでなんか炭水化物爆弾みたいなやつ持ってきたらもうブチ切れ。そんな日にはもう裏に呼び出しますので。ちょっと待ってください。危ねえ、フィレオフィッシュ用意した人だ。あれをなかった。クリスピークリームドーナツまでは行ったんですよ。ギリギリで書いたから。大丈夫ですか、笑いの方に振り切ってる方とかいないですか。いやいやいや、いや、もう笑いもカロリーも制限、制限、制限。笑いも制限します。笑いもカロリーも制限、制限。もう審査基準はもうおのっちのもう本当に今食べたい美味しかったもので大丈夫です。あ、いいんですか。減量中の何でもいいですね。その何でもいい基準。そう、ダイエット中だからこそやっぱこれが良かったとか、もう純粋に味が良かったとか、ビジュが良かったとか、何でももうおのっちの基準で大丈夫です。わかりました、任せてください。よし、さあ、ルールを全部飲み込んだ。さあ、それではまず一つ目のこちらの作品、オープンのどお願いします。それではいきます。チャカチャン。おぉ、これは野菜スープですか。おぉ、こっちからあんまり情報が言えないんで。あ、そうか、そういうことですね。まだもうレポにかかってんだよ。正直そう、なるほど、これは何なんだろうな。匂いがすごい。あ、なんか、ちょっと見てみていいですか。はい、どうぞどうぞ。あ、すごい、お野菜がいっぱい、じゃがいもかな、人参、あときのこ、確かに体に良さそうなものがたくさん入ってる。なんかこう筋肉にいいものが入ってたら知識教えてほしいです。あ、確かに、この食材こう、これポイント高いとか、ここに効いてるってのも教えてほしい。それは確かに、そこに効いて、これひき肉ですかね、これ。あ、お肉が入ってる。これまず高タンパク質ですね。やっぱりお野菜でビタミンも取れるし、ミネラルも取れるし、あときのこもね、食物繊維が豊富でいいんですよ。おお、あとこれスープっていうのがやっぱそのお腹を満たしてくれるんで、減量中ダイエットの方にはおすすめです。おお、これは高得点、いいですね、これは。さすがダイエットバカ。バカしか聞こえなかった、バカしか聞こえなかった。バカ、さすが筋肉バカ、バカしか言ってないじゃん。じゃあ早速味の方もね、いただきます。お腹は減ってるの今。ということです。今日のために調整してきました。うわぁ、なのでもしジャンキーが来たとしても、うん、全然その1日の摂取カロリーを落としないように。ジャンキーが一応うまい説あるので、今はそれジャンキーが勝っちゃうから今一番ジャンキーが欲しかった。食べてみていいですか。はい、どうぞ。いただきます。うわ、すごい、いや、具材がいっぱいあるのがいいですね。いただきます。はい、いただきます。うん、美味しい。おお、美味しい。出た、マジで美味しいです。薄すぎず濃すぎず、なんか濃すぎが濃すぎ、え、アホなの、バカだった。ケンコスギさん、ケンコスギさん先輩だね。今ケンギさんが出ました。ちょっと味が濃すぎか濃
こす？こす？こすぎたじゃん。引っかっちゃうんだ。こすぎたら、やっぱ調味料とかちょっと、あ、これちょっとあまりよろしくないなって思ったんで、気にしちゃうっていうね。これ結構意識された味ですね。こすぎず。これさっぱりだけど本当美味しいな。おお。二口目もいって。うん。これ美味しい。おお。そっか、皆さん分かんないよ。そう、言えないだろ。やったんだね。これ、1位です。え、これめちゃくちゃ美味しい。バカやん。めっちゃバカやん。それやって、バカやん。これ1位です。じゃあ、それでは、1品目、こちらのスープでございました。ありがとうございます。じゃあ、後下向いて目つぶってもらって。はい。どうする？スクワット、スクワットしながら持ってる。あ、そうか。スクワット。目つぶって。目つぶって。目つぶってください。スクワット。目つぶって。いい飯作ってくから。メモリが出てくるんで。あ、そうなんですね。目つぶってください。みんな帰ったりしませんか。大丈夫ですか。おいで。あ、目つぶって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 。ちょっと待って、自分、おっくんさんとオルタナさんのここの撮影場所で撮るの初めてなんです。あ、そっか。そうなんです。そうだ、会うな会うなってオーナーには言われてるんで、レイワソーの。やっぱりあの、おっくんがめちゃめちゃバチバチで意識してるね。意識してねえし。はい、意識してる。は、大食いのなんかちょっとどっちが上なのかみたいなんで、ちょっとバチバチしようから合わせないようにしてたのよ。いやいや、全然いいっす。全然目合わせてくれないんですけど。もう顔が全然し、全然し。熟し。さっき座ってたら後ろから蹴られました。グッドポイント。それでは二つ目の商品オープンお願いします。オープンマス。おお。これでございます。あとオープンマスが出た。オープンマス。オープンハウ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 スの案件で。あ、違う違う。オープン。え、めちゃくちゃ見た目良くないですか。いや、いいね。夏感あるっていうか。うわ、これしかもマグロですかこれ。そしてアボカド、良質な脂質、卵、温玉。これ卵もね、これ生卵だったらちょっとあって思ったんですけど、これ温泉卵ってタンパク質の吸収率が一番いいんですよ。茹でても生でもなく。そうそう、生卵だと 51% で、ゆで卵だとまあ 92% くらい。すごっ。で、温泉卵だとマジほぼ 100% に近い。へぇー、素晴らしい。なんか豆知識すごい。すごい、これいいですね、非常に。おお、バランスはいい。食べなくてもいいぐらいこれ満足。また1位になっちゃった。まあでも味ですね。あー、そう、食べてもらって。まず、うまそう、これ。アキラ 100% さんの位置なんで。隠そうかなって言ってます。看板なんで隠そう。すごいな、よ。うわー。うまそうだ、うまそう。綺麗。うわうわうわ、すごっ。うわ、これは美味しいですね、絶対。いただきます。うますぎます。おー。え、これ、お店の料理ですかってくらい美味しいです。え、これめちゃくちゃ美味しい。これってさ、料理名とかわかる？なんですかこれは。これマグロ。筋肉さんはカフェとか行ったことない。カフェ料理ないよ。さあ、え、これカフェ料理なの？筋肉さんあんまあのお酒のカフェとか行かないでしょ。ずっと料理名言わないように言わないでしょ。知らないんだろ。これ何なんですこれ。マグロ漬け丼みたいな。これはポキ丼ですね。あ、ポキ丼。お、ポキ丼してた。ポキ。どこの言葉だ。ちょっと福島に。福島にはまだ来ないですよ。ない発音だったね、ポッキーは。ええ、でもこれめちゃくちゃ美味しい。おお。下はただの白米じゃないみたいな。ん？あ、豆腐。おお。ここまで。え、これ PFC すごいぞ、多分。なんかいた。なんかいた。なんかいた。マウント取られた。え、何？なんて言った今。TRF。PFC です。 PFC、 タンパク質と脂質と炭水化物。ああ、そのバランスがいい。プロテインとファットとカーボで、このバランスがめちゃくちゃいいですね、絶対これ。これ相当分かってる人じゃないとこれ作れないなって思いますね。ああ、なるほど。そのバランスが分かってる。なんならライスを半分にして、半分多分お豆腐で埋めちゃってるんですよ。だからヘルシーで、で高タンパクで、でなんか腸活も意識しててっていう。これ1位ですね。えっ、これ1位ですね。来ましたね。これ本当に美味しい。ということで、こちらが2品目、覚えててくださいね。それぞれのレベル高すぎません？そうなんですよ。これが俺の料理だ。レベルマジで高いんですよ。なんか聞いたら今、タイガさんが今ちょっと最下位みたいな。体調不良だったんで。体調不良だったんで。ずっと言ってるわ。今年体調悪いんですよ。体調不良を言い訳なんてダメですよ。俺だってコタちゃんとうまく使ったんですから。そうだからね。
って生かした方がいいんじゃない？絶対そうですよ。続いて3つ目の商品いきましょう。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。それでは目を開けてください。はい、続いて3つ目ですね。しゃあ、こちらオープンのドアお願いします。オープンのすけ。おお逆になった。逆になって、でかいオープンのスケが出て、これ、よく見ますね。胸肉を裂いて、で、これちょっとネギで塩ネギとかにしたんですかね、テイスト的に。これ減量末期に食べるような感じですね。最後の追い込みの時にで、いただきます。はい、いただきます。あ、めちゃくちゃしっとり。え、これ美味しい。タレパサついちゃうんですよ、こういう料理って。すごくしっとり。確かにささみってパサパサになっちゃうイメージになります。これ低温調理上手な人っぽいですね。へぇ、低温調理までわかるんじゃない。いや、こんぐらいこんな柔らかさはなかなか出せないですよ。クールな人かもね、この中で一番。じゃあ、おっくんさんじゃないですね。ちょっと待って。いいよ、いいよ、入ったね、今。めちゃくちゃ美味しいです、これ。これ白米欲しくなりますね。減量中ってやっぱりこういう味がしっかり濃いものが欲しくなるんで、これめちゃくちゃおすすめです。これ本当に末期にはこれ食べたくなりますね。え、味美味しいね。これ出来合いじゃないですもんね。ちゃんと皆さんもうみんなちゃんと調理してます、これは。うん、1位です。出ました、1位。はい、待って、これ難しいぞ。むずいよ、これ。これ順位つけなきゃダメなんですもんね。そうなんですよ。順位むずいな。まあだから本当にもうおのっちの基準で大丈夫なんで。わかりました、わかりました。じゃあ続いて4つ目いきたいと思います。はい、オルタナチャンネル。さあ、それでは目を開けてください。しゃ、それでは続いての4つ目、オープンマッスル。オープンマッスル。おお、わお、これは海鮮丼チックな。これ何が乗ってるかによって、あ、すごい、ちゃんとこれアボカドですかね。アボカドと、あとサーモンもいいですから、筋肉。これ白いのはこれホタテなんだろう。ちょっと食べてみないと分かんないな。まあお魚の DHA、EPA って良質な脂質なんで。ああ、なるほどね。先ほど脂質の話も出ましたけど、やっぱ良質な脂質だったらもう正直取っても全然問題ない。なるほど、種類が大切なんですか。脂質の中でも脂肪燃焼させてくれる脂質もあるので。おお、これは難しい。得点が高そうです。おお、ありがとうございます。いただきます。はい、うわぁ、バッター回っちゃって。うわぁ、これサーモン。あ、納豆もいましたね。お、うわ、納豆もいましたね。おぉ、はい、いただきます。はい、いただきます。おいしい。おぉ、味付け絶妙。おぉ、ちゃんとご飯も入って、うん、納豆と、これ何なんだろう、この白いのは。いただきます。はい。多分ホタテです、これ。ああ、これ分かってる人じゃない、この2品選べないですよ、サーモンとホタテっていうの。なんか魚介の中でも特にいい、特にいいですね。なんか青魚選びがちですけど、やっぱそのタンパク質とか考えた時にやっぱりサーモンとホタテっていうのいいですね。これ知ってる人ですね。いや、分かってるんだ。これ言っちゃったら、そのサバ缶とか青魚ってこう食べてるんで飽きちゃうんですよ。ああ、そうなんですよ。なんで今ちょうど欲しかったです、こういう。ああ、ちょうどタイミング的に最高です。普段食べない魚介。そうなんですよ。そうか、なかなか食べれない時に。出ますね、これ作った人は分かってますよ。タイガさんですか、これは。違います。おお、あ、これシラスもいますね。お、これすごいな。シラスも。シラスは、シラスも体にいいですよ。おお、全部入ってる。これ全部入ってる。ネギも入ってますね。ネギ、うん、ネギはどうですか。ネギは普通です。急にネギに厳しい。ネギは普通なの。ネギは普通なんだ。ということで、うん、うん、こちら4品目ですか。4品目ですね。あ、もう後半。これちょっと悩ましいですけど、これもう1位で。あー、1位だった。1位だった。すごいじゃん。平和、平和、みんなすごいですね。いやー、レベルが高い。じゃあ続いて5人
人目。5人目。5人目。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。パーティーの始まりだ。じゃあそれでは続いて5つ目。目を開けていただきたいと思います。どうぞ。ほいどういうことしましたね、今。どういうことしてこんだ。じゃあそれでは、はい、オーブンのほどお願いします。オーブンマスオー。おーおしゃれ。おーもろアボカド。おそう、これ揚げちゃったかな。おこれはが三系の油かな。おお、これはどうだ。あーっとこれは音でわかるんだ。揚げ、じゃあ音、これ揚げてるんですかね。チップスですかね。揚げずにやるチップスの方法もあったりしますからね、今。あー、なるほど、これちゃんとメンバーが見てましたよ。ノンフライですか、これは。これノンフライです、ね、あ、ノンフライ。おだとレベル高いですね。何を揚げてるんですか、これ。だとしたら、これ何を。それ食べたら分かるかもしれない。説明ができないんですよね。そう、食べたら分かる。これ、え、何なんですか、これ。食べたら分かる。食べたら分かる。ずっとその目でいこうとしてるけど。ドレッシングとかじゃないですか。ナチョスみたいな感じで食べるんじゃないですかね。あー、乗せて。なるほど。絶対分かるでしょ。いや、分かるよ。何なんだろう。びっくりしちゃって、本当に。なかったからね。福島には来てまだなかった。あ、すごい。あ、これマグロかな。さっきのポキ丼を連想させるような。あ、おしゃれ。こんなので原料飯になっちゃうんだっていうぐらい。おしゃれ。いただきます。うまそう。一口で。おー、カリカリ。めちゃくちゃ美味しい。おー。このソースがめちゃくちゃ美味しいです。減量中ってこういうカリカリしたもの食べれないんで。あ、そうかそうか、もちろん油物食べれないんで。なるほどね。減量中にこれをもしノンフライでやっててヘルシーだとしたら相当嬉しいです。喜ばしい。これは嬉しいわ。本当に揚げてませんよね、これ。ガチで揚げてます。あー、素晴らしい。揚がってたらもう終わり。食べた瞬間もう次の大会で顔待ちよ。飽きたい。やめさせて。やばい、キャンセルだ。バレてるかもしれない。こんな罠やばい。やばいね。やばいよな。これ一口食べてごらんよって言われて。ライバルにね。ライバルに。ライバルに引っ込まれて。寝てないよって。寝てない間にエビフライ突まれて。このソースですか。これがめちゃくちゃ美味しいです。玉ねぎとかいろんな具材入ってるんですよ。確かにアボカドをね、ディップして。アボカド、玉ねぎ、これオニオン。そうだね。確かに。これ美味しい、これだけ。これめちゃくちゃ美味しいです、これ。これが何なのかちょっとまだ分かんない。それだけで食べてみたら。これだけで。分かんない。これ何のこれ。こっちのソースなくても全然単品でいけますし、あったらより一層美味しくなるんで。なるほど。これ1位です。わーった。これ美味しい。美味しいね。よかった。ちょっとこれ並んどるよ。いやー、ということで続いてが最後。最後になります。じゃあそれでは続いての作品いきましょう。はい、行きます。よし、オルタナチャンネル。じゃあそれでは目の方開けてください。はい。じゃあそれでは最後になります。6つ目の作品オープン。マスオー。うわ来た。これサバだ。で、これは鳥だ。あ、息がされて仲間みたい。そしてこれ、ああいいですね。お野菜もこれオクラかな。ネバネバ系で、でこれ薬味が入ってるんで、これ腸内環境にもいいですね。おお。ちょっと下、これなんですか。麺ですかこれ。うわ、これなんですかこれ。これなんて言うんだっけこれ。なんだっけなんて言うんだっけ。ほう。惜しい。ほう。春雨だ。惜しすぎるな。ちょっとおしゃれな方でいっちゃう。これがタレか。タレが。はい。これかけちゃった方がいいんですかね。多分そうだと思う。かけちゃいますね、それでは。はい。うわぁ。おいしそうですね。お、全然いって。うわ、これいいですね。これタンパク質も豊富だ、これ。いただきます。うん。タレは美味しい。おぉ、こんな美味しいサバの食べ方あるんだってくらい、これタレがめちゃくちゃいいです。でもサバも食べ飽きてるぐらいだったら、ちょっと怖かったんです食べる前。これ水煮ですねきっと。で、水煮の方が低カロリーなんで、これ正解なんです。ただこれちょっと味がちょっと飽きちゃってて大丈夫かなって思ったんですけど、これタレでカバーしてもらってます。タレで、あ、これ美味しい。
しいわ。ゴミが美味しいわ。美味しいわ。これ大葉も入ってるんですね。これ薬味が。うん。あ、さっぱり大葉。これからの季節これ最高ですね。夏に向けて。夏に向けて。え、これ美味しい。これこれ商品化しませんか、これ。これから夏。僕らなんかさ、筋トレしてる人好きじゃない。好きです。やっぱりこの野菜とか食物繊維を取らながちになっちゃうんで、このリアルフードで取れるその、まあ、腸活じゃないですけど、その健康にも特化したオクラだとかブロッコリーとか使われてると非常にいいです。腸内環境がやっぱ重要なんだ。大重要です、めちゃくちゃ。オクラを毎日食べると、いや、それ私のショートじゃないですか。まだオクラは出せてないんですけど。今後出そうかな。美味しい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 。リップマックを毎日食べると、美味しい。そこ太るで。美味しいですけど。うん、あ、うん、全部うまいって言ってる。うん、確かに全部。いや、でもさすがにこれまで1位はないよ。これも1位。あー、全部1位だ。平和、全部1位。え、これマジで冗談抜きでふざけてるんじゃなくて、うん、本当に美味しいです。これも、これ順位つけなきゃダメなんですか。そうなんですよ。難しい。これ全員不幸になるんです。ここからの時間は全員が不幸になるタイプです。やばい。これ審査員がまた心苦しいですよね。心苦しい。そう。でもこれはもう本当におのちのもう素直な気持ちで大丈夫です。わかりました。もうなんか動画のことを考えずに、もう自分が一番好きと思ったもので選んでもらえば大丈夫なんで。そう、気にしないです。後癖もう一切ないんで。はい。自分帰り道なんか後ろから襲われるとかないですか。大会にした人。それには弱いの。大会に。後ろからね。それは逃げ切れよ。ブラッシュ。後ろから大きなガーって突っ込まれるから。大きなガーって。じゃあそれでは最終審査いきましょう。はい。いやー、これむずっ。おー、こっからヒリヒリする。いやー、そうだね。いつも緊張感、心拍数が上がってくんですよ。じゃあいいですか。はい、じゃあまずは5位から。うわー、わかんない。反応見ただけだ。反応でわかんないですね。ね、わかんない。わかんない。分で勝ちたい。いきます。はい。それでは第5位の料理は、うーってるん、こちら。おースープです。なるほど、はい、こちらはですね、まあもちろんダイエット中にはこれおすすめしたい料理になっております、はい、ただもうちょっとタンパク質が欲しかったかな。あー、やっぱその基準、はい、この量なんだ。栄養面だ。そうですね。はい、ひき肉だけだとちょっとなーっていうところもあり、糖質もちょっと少ないのかなーなんていうところもあり、栄養バランス基準が見えちゃったね。そうだ、それなんじゃ。そうなんですよ。バランス PRF、やっぱり PRF ですね。 PRF です。 PRF、 これだけ1週間食べたら確かに痩せれます。でも健康的に痩せれるかって言ったら、多分後々リバウンドしちゃう可能性があるよっていう。なるほど。こちらはちょっと非常にいいんですけども、まあ他が良すぎて5位という感じになりました。わかりました。美味しかったです。こちらはい。じゃあそれでは続いて第4位、もう決まってますか。第4位は決まっちょですよね。決まっちょ、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 決まっちょりません。隠れ待ってる。決まっちょりませんので、 OK です。 OK です。それでは第4位を発表します。おぉ、怖いよね。はい、さあ、怖いわからん。怖すぎる。第4位の料理は、こちら。おぉ、こちらです。いや、こちらですね、非常に美味しかった。味がもう最高に美味しかったです。おぉ、なるほどね。で、タンパク質ももう炊けてます、こちら。おぉ、ただこれ原料末期中の末期なんで、なるほどね。なかなか一般の方も真似できないのかなっていうところがあり、なのでこちらはちょっとトータルバランスも考えた時にちょっと4位という。なるほど。ただこれは本当に美味しくて、そのこの低温調理加減っていうのはこれなかなかできるものじゃないんです。難しいよね。プリプリにするってめっちゃ難しいよね。思ってるので、こちらはまあ先ほどのスープよりはちょっと順位一つ上にさせていただいて、はい、第4位でございます。なるほど。素晴らしい。あ、それでは残り4つになってきました。うーん、あー、続いてが第3位でございます。3位ですね。いきます。お、もういける。第3位の料理は、
おぉ、このフォーです。フォーになった。フォーになった。フォーにしました今日。フォーになった。フォーです。こちらですね、これサバ缶の水煮、これ飽きがちなんですけど、これ美味しく食べれるタレ。でちゃんとタンパク質も考えられた。この鶏肉も入ってて、このオクラだとかミョウガだとかこの大葉とかも入ってて、そしてこの春雨でヘルシーなるほど食べてるというところが、もうトータルバランスが非常にいいなと。なるほど、思いました。すごい、はい、なのでこちらは第3位。おお、やっぱり PFC ですね。 PFC がなるほど、バランスが良かったというところで。さあ残るはこちらの3つになってきました。6位もあるわけだからね。そうだ、まだ怖いですね。残った人も怖いですよ。そうだ、わかんねえな。じゃあそれでは続いて第2位の発表、はい、はい、お願いいたします。いきます。それでは第2位の料理は、こちら。おお、サーモン、ホタテ、納豆、しらす丼。なるほど。こちらですね、やっぱ普段食べれないようなこのホタテとかサーモンという、そのあえてちょっと外してるんですけど、急に仲間で、ですけど外してるんですけど、これなんか筋肉飯に外しすぎない、ただご飯を楽しめるよっていうところ、この愛情が詰まってますね。なるほど、なるほど。かつしらすと納豆、またアボカドというところで、あとご飯もちゃんと入ってるんで、これまた PFC バランスが、バランスが、そうなんですよ。海鮮丼、アボカド丼、ご飯丼だけでもいいと思うんですよ。でもそこにプラス納豆もいるし、しらすもいるよっていう、なるほど、愛深さを、なるほど、感じました。トレーニーの愛、はい、トレーは、はい、なるほど。こちら2位です。はい、ありがとうございます。さあということで、いよいよ最後、こちらの2つが1位か6位ということで、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。それでは、怖すぎ、怖すぎ。じゃあ最後1位の方の作品を、はい、撮ってください。いいですか。これ本当私のやっぱりこうセンスが出ちゃうというか、はい、こうなんかやっぱり今減量中なので、こう食べたいものもあるしとかっていうのもあるので、はい、これいろいろ賛否両論分かれちゃうかもしれないんですが、もういいんですよ、おのずつのもう基準なんで、わかりました。はい、いきます。はい、今回の料理を、第1位の料理は、ウゴちゃん。ポキです。ポキ、ポキ、ポキです。ポキだ。これは一目惚れしましたね。で、味わってもこれ間違いない、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 これね、やっぱ温泉卵っていうところもやっぱ良かったですね。なるほど。カロリーを抑えるためにこのお豆腐使ってるところ、これアイディア賞もいただいてます。なるほど。これは本当にちょっとトータルバランスで見てもちょっと群抜いてたので、これ1位ですね。なるほど。知識はね、じゃあこれ素晴らしいです。これ素晴らしいです。なるほどね、バランス系だ、分かってる人は。こちらも美味しかったけど、そうなんです、これ美味しかったんですけど、ちょっとそうですね、これ何なんですか、これ何か分からない。マッチョが怖いのってこれ何なんだろうと思ったら、食べるのか、あれはないよ。マッチョ頭良くないんで、頭良くないんで、これ何なんだろうって食べながら、恐る恐る食べたものは自分になるけどね。結構そのリスク管理、リスクミッチしたいなって。なるほどね、分からない、分からない、分からない、そうそうそう。これあとちょっとこれ単品で食べた時にちょっとしょっぱかったんですよね、味が。塩分ちょっと高めだと減量中の方にもちょっとあまりおすすめできないかなっていうので、そのみんなこうヘルシーな味の中で唯一これだけがちょっとしょっぱみを感じてしまったっていうのがちょっと、まあ残念ながらっていうところで、でも本当に美味しかったです。なるほど、どれも美味しかった、はい、美味しかったです。いやでも本当にありがとうございました、こんなに。いやいや、ありがとうございました。これ自信持って皆様にこうおすすめできる減量です。はい、お疲れでした。じゃあそれでは今回作った料理それぞれ発表していきたいと思います。気になる。それではこちらの第1位のポキ丼を作ったらどうでしょうか。内藤さんですか、マジですか。あ、これ怒ってる顔ですか、これ。え、マッスル。あー、マジですか。おめでとうございます。素晴らしい。いや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 、相当してますからさ、知識が。いや、これマジ1位です、ほんとこれジャパさんなんだ、これ嬉しいわ。温泉卵も狙ってました。あ、そうなんですか。
それも最近ちょっとね。すごい。そうなんですね。ちゃんとラッキーパンチじゃないんですね。ラッキー山本さんが言ってましたんで。あーあー、山本先生が。山本トレーニーの。素晴らしい。じゃあ続いてが第2位。海鮮海鮮丼。はい、こちらを作ったのはどなたでしょうか。怒ってる、内藤さん怒ってる。あ、すごい、みんな怒ってそうな顔してる。俺だよ。あーオーナーマジっすか。俺、そしてお話が作りました。連続に連続にすごい、いい調子でできてる。嬉しい。正直これ内藤さんじゃないと思った。本当に内藤さんはこんなできるんですね。おーい、さすが住人の気持ちわかるんですか。わかりますよ、そりゃもう。すごいじゃん、ちゃんと2人を1位銀よ。そう、もうちゃんと呼ばれるよ、これ。忖度が裏にあったら、もう我が子ですから、もう俺が育てた我が子ですから、分かってますよ。親と分身なんすか。もう親です。この後3人であの打ち上げ行きます。今日よかったねって言って。そうすいません、筋肉食堂。それはすいません、それはすいません。トレーニングだけ。え、トレーニングだけの感じですか。トレフレ、トレフレだね。トレフレ、トレフレ。そんな悲しいことあります。じゃあ続いて第3位、こちら第3位を作ったのはどなたでしょうか。これ後ろ、後ろの方たち誰ですか。僕、はい、マッスルー。おー、トモキ。そうです。マジか。私です。もしかしてサバ缶。サバ缶です。うわ、おのいちにサバ缶をプライベートでいただいたりするんですよ。絵付けされてる。お願いでいいよ。おすとわけですね。でもあのサバ缶がちょっと食べ飽きてるって言った時ドキッとしました。サバ缶とか青魚ってこう食べてるんで飽きちゃうんですよ。あー、言ってたね。逆に刺さらないのかなと思ったけど、なんか、いやでもタレが美味しかったです。お、本当ですか。あれ何ですか、タレは。タレは、だからこれあれなんですよ、フォーじゃなくて冷やし中華を春雨にしたやつなんです。あー、麺を春雨にしてヘルシーにみたいな。そうです、なんで冷やし中華っていうコンセプトね。はいはいはい。いやでも味も美味しくて、あとやっぱこの薬味系もこうしっかり考えられてたんで、考えないとできない料理だなって思いました。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。タレも一から手作りだね。そうです、手作りしました。何回も調整に調整を重ねて。じゃあ続いてが第4位、こちらを作ったのはどなたでしょうか。うわ、これと誰。いや、ともきも終わってるでしょ。え、もう、え、はい、あ、大丈夫。私だよ。あー、大河さんか。これ繊細さ確かに出てます。この一品料理でシンプルなんですけど、この中にこの柔らかさとかは本当に低温調理難しいんです。胸肉でここまでプリプリするのってあんまりこれできない。本当無理です、これは。ただこれね、実家でたまに出てきとって、イケアも好きでね。ああ、そう。なんでそこまで。実家で、実家、俺母さんに教えてもらったね。あ、そうなんだ。そうですよ。で、農作の子でも何回か作ったことあったりとか、俺兄ちゃんに教えてもらって。あ、じゃあ繋がってるんですね、そこは。もちろんマッキーって言ったけど、これだけで食べるわけじゃない。そうですよね、そうですね。おかずの一品としてこれあるとすごいヘルシーだし美味しいよっていうね。確かに、はい、マッキーじゃないと食べちゃダメぐらいじゃないこれだけで生きてくれってわけじゃないんでね。これめちゃくちゃ美味しかったです。じゃあそれでは5位の人は座って、6位の人は見切れるっていう。それね、今日は取れる。スカットバージョン出るか。地獄のスクワット。地獄のスクワットや。せっかくだからスカットバージョンになります。地獄のスクワット。それでは発表お願いします。マッスル、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 マッスル
同率3位トモキ、そして同率5位タイガオッくんでございます。兄弟が同率3位、内藤兄弟が上り詰めてきました。初めて俺とオックだいぶ離されたね。いや前回も僕ら0ポイントで、いやそうかそうか、今回も下位に甘んじて、ね、ちょっとやばいっすねこれ。うーわー今回でまた兄ちゃんが1位も変わりましたね。そうか KK が1位だったのか、はい、そうだ KK が1位だったのが渋谷ジャパンと入れ替わりで、そうか5位だったから、初かもしれない3位残留は。いやーということでまだまだ混戦となっておりますが、苦しい、いやーまた半年持つかな。いや苦しいっすよ、俺メンタルが痛いよ、メンタルがもう弱くなっちゃうもんね。今回あのっちどうでしたか。正直クオリティが高すぎて、ほんと僅差で1位と6位が入れ替わるとかも全然ありましたから、なんでちょっとぜひ大会終わって次ご褒美チートデーの時に呼んでいただけたら。あーなるほど、ご褒美飯だよ。そうご褒美飯でチート料理でね、はい、それで呼んでいただけたら嬉しいな、なんて。いやもう呼ばねえから。あーでもその時に私も大食いできるんで、もうぺちょんぺちょんにやってください。俺その時風邪ひくわ。いやーということで、おのちね大会に向けて、はい、本当にね頑張ってるんで、ぜひねおのちのチャンネルを覗いて見てあげてください。よろしくお願いします。頑張ってます。絶対優勝します。おお、はい、優勝目指する。じゃあということで、じゃあ最後はいつものマッスルで締めますか。いつものマッスル、ね、いつものマッスルで、はいはい、それでは、はい、本当に皆さん今日は美味しい減量飯ごちそうさまそう、まそう、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。よかったです。普通に食べたいですね。いやそうね、ちょっとサブちゃんでも食べたいですね。食べたい、食べましょう。食べましょう。あ、そうで、毎回ね、これのコタ表もあるんで、最後サブちゃんのサブちゃんでコタが投票あるんでね。じゃあちょっとサブちゃんもぜひ見てください。